今回は実践の統計編として、前回ご紹介した一連の研究の流れですね、その中で批判的吟味と論理的構築にポイントを置いた解説をしてみたいと思います。要するに一連の流れの中で注意しなければならないポイントですね、そちらをご紹介したいと思います。基本的に今回ご紹介しているデータの内容はサンプルとして作成したものになります。でこちら背景なんですけど、例えば自分が住んでいる地区でスポーツ少年団が盛んに行われていたと。で子どもの健康を考えて、スポーツ少年団に通わせていたとする場合、ふとした時に疑問が湧くと、実際にこのスポーツ少年団で運動することによって、子どもが健康になっているのかっていうような疑問ですね、そういうのが湧いたとします。今回の研究はここが出発点として一連のデータの収集と統計学的な検証をしたというような流れになるんですが、その前にですね、まずは先行研究を調べてみる、これが大事かなと考えています。実際に先行研究があれば、わざわざ自分が調べなくても、すぐにその情報が入手できるということで、自分がデータから検討する手間が省けます。で、この先行研究の調べる方法としては、一般的な方の場合は、Google ですね、Google で検索すれば、ある程度の情報は入手できるかと思います。で、専門的になってきますと、より専門性の高いサイトですね、そこから入手するということになります。もしくはジャーナルですね。で、あとは所属している学会の機関誌等で、論文が発表されていますので、そちらで調べてみるという方法になります。ですので、スポーツと健康ですとか、スポーツと身長といったように、ある程度のキーワードで、Google で検索するだけでも、より有益な情報が入手できるかと考えています。次に、初めのところなんですが、ここでのポイントとしては、身長ですね。なぜ健康の効果を身長で検証しようと考えたのかっていうところの、妥当性を、説明できるかどうかっていうところになるかと思います。健康というのは様々な要因があるかと思うんですが、その要因の中で、今回は身長を選んだというところの理由ですね、それが説明できるかどうかっていうところがポイントになるかと思います。具体的には、先ほどご紹介した先行研究ですね、それをいろいろ調べてみたんですが、健康に対して身長の伸び率ですね、そういったものを説明している文献がなかったという理由で、今回自分で調べてみようというのも理由の一つになりますし、一般的な考え方としては、スポーツ少年団に入れた理由としては、身長が高く伸びてほしいというような希望があって、スポーツ少年団で運動している。だから、健康の要素として身長を選んだ、というのも個人的な理由になるかと思います。で、次に対象のところなんですが、ここでのポイントは、やはり被験者の数ですね、これが妥当であるのかどうかというところがポイントになるかと思います。要するに合計100人の50人ずつに分けたこの数ですね、この数が統計解析を行うにあたって、妥当な人数であったのかというところの、検証は必要かと考えています。専門的な考え方でいくと、近年の研究ではより被験者の数は多い方が良いというような傾向があります。ですので、その理由付けとして、一つはパワーアナリシスですね、それを行って、適切な人数を調べてみる、もしくは、先行研究で、似たような研究が行われている場合、そちらの、人数ですね、そちらで行われている被験者の人数を参考に被験者の数を決めるといったような方法もあるかと思います。あとは単純に、その地域で調べるにあたって、これだけの人数しか、調べることができなかったっていうのも一つの考え方かと思います。これは、研究をしている人によって、多少違いは出てくると思うんですが、より専門的な論文や学会ですね、そういったところで発表する場合は、厳密に被験者の数を、考える必要はあるかと思うんですが、例えば、学校の先生とかで、少し気になるので、調べてみようといったように、どこにも発表するつもりはないんですが、自分の中で、少し疑問に思ったので、比較検討を行ったという場合は、それほど人数が、厳密でなくても、自分の中で確認という意味では、多少人数は曖昧でも、良いのかなというふうに考えています。
まあ、このように統計解析による、まあ、論理的思考の流れなんですが、まあ、専門分野では論文発表や学会発表に使う場合もありますし、まあ、一般の方の場合は、まあ、特に発表しなくてもこの統計ソフトを用いた統計解析ですね、まあ、そういったものをするにあたっての、まあ、考え方というのもあるかと思います。まあ、次にこのスポーツ少年団の種目なんですが、まあ、今回は5種目を選んでいるんですけど、この種目による違いはあるのかっていうような疑問が湧くと思います。まあ、要するに、まあ、野球やサッカー、バレーボール、まあ、剣道、柔道、まあ、それぞれでもしかしたらこの身長の伸び率ですね、まあ、それが違ってくるかもしれない、まあ、といったように、まあ、種目別の身長の伸び率ですね、まあ、それを別途個別に、まあ、検証してもいいのかなというふうに考えています。ですので、まあ、今回の一連の研究の後に、まあ、より詳細に調べるためには今度は種目別で調べてみるといったような方法が、まあ、考えつくということになります。はい。まあ、あとはちなみに気になるところとしては、まあ、期間のところですね、まあ、期間が3年以上継続していることを前提としている、この3年以上というのは、はい、まあ、どういった考えで選んだのかっていうのが説明できるかどうかっていうのも大事になってくるかと思います。まあ、そう考えた場合はこの頻度と時間ですね、まあ、そちらの選び方としては、まあ、今回はスポーツ少年団の種目ですので、まあ、なかなかこの頻度と時間というのは調整できないと、まあ、実際にまあアンケートを取ってみて、まあ、その平均ですね、まあ、それをここに表示するというのも一つの方法かと思います。で、まあ、こちらの統計処理の場合は、まあ、実際に用いているのをまあ表記するところになりますので、まあ、追加でコメントするのであればこの統計学的な解析のところですね、まあ、こちらがまあ改変 R コマンダーだけになっているんですけど、まあ、実際は改変 R コマンダーのまあバージョンですね、バージョンも載せてもいいのかなと考えています。あとはこの倫理的配慮のところで、まあ、病院等で、まあ、倫理審査委員会等を通した場合は、まあ、番号ですね、はい、その病院独自の番号も、まあ、提示されると思いますので、まあ、こちらに番号を載せる、まあ、というのも一つの表現になります。で、まあ、こちらは結果のスライドですね、まあ、結果としてはまあ有意差が認められたということになります。で、まあ、今回は有意差が認められたんですが、まあ、基本的にはまあ有意差が認められなくても、まあ、論文や学会で発表しても特に構わないと、まあ、ということになります。まあ、心情的にはまあ検討した結果がまあ有意差があった方がまあいいような気はするんですが、まあ、学術的にはまあ有意差があってもなくても、まあ、その事実を発表するというのが大前提にあります。まあ、有意差がなかったことも発表する意義としては、まあ、今後同じような研究をする場合に、まあ、先行研究として、はい、まあ、有意差がなかったという情報があれば、まあ、その研究をしなくても済みますので、まあ、そういった意味で、まあ、有意差があってもなくても、まあ、発表する意義はあるということになります。で、まあ、こちらまあ考察なんですが、まあ、この考察のまあポイントとしては、はい、まあ、実際に運動している群と運動していない群の平均身長にはまあ差が認められたと。でもこの差がまあ統計学的にも意味があるのかっていうのを、はい、まあ、統計ソフトを用いてまあ比較検証した結果、まあ、有意差が認められたということで、まあ、平均値でも差が認められて、まあ、さらに統計学的にも差が認められたと、まあ、そしてまあこの統計学的な差だけではなく、まあ、その差がより意味のある差になるように、まあ、こちらですね、まあ、政府のまあ全国平均の身長とまあ比較することで、まあ、より意味のある身長差というのを論理立てているという流れになります。で、まあ、ここでのポイントとしては、まあ、こちらですね、まあ、近年重要視されているのが、まあ、こちらの、まあ、意味のある最小変化量という言葉が、まあ、注目されています。まあ、要するに、まあ、統計学的な、まあ、差が認められたというのは、まあ、統計上の差ですので、まあ、それが実際の場面ですね、まあ、要するに臨床の場面ですとか、まあ、そういったところに対して、まあ、意味のある最小変化量であったのかっていうのを、まあ、説明すると、まあ、より効果的であるということになります。まあ、今回でいうところのこの政府統計と比較して、まあ、政府統計の平均値よりも、まあ、運動している群の方が、まあ、身長が高かったっていうのも一つの理由になると思いますし、まあ、こちらではまあ説明をしていないんですが、まあ、運動していない群の平均身長ですね、まあ、それがこの政府統計の全国平均よりもまあ低い値であったと、まあ、といったことも後押しとなっていると思います。まあ、要するにまあ運動していない群は全国平均よりも低い値ですし、運動している平均身長は、まあ、この全国平均よりも高い身長であったと、は
はい、まあ、このことからも今回の運動している群の統計学的な優位さというのは意味があったのではないかというような流れの説明になります。で、まあ、あとここで注意しなければいけないのは、まあ、その結果と因果関係ですね、まあ、そちらを混合せずに、まあ、冷静に判断する必要があると思います。まあ、それをまあ論文等の考察で、まあ、より具体的に書いていくという流れになると思うんですが、まあ、今回でいうところの、まあ、この運動ですね、まあ、スポーツ少年団によるこの運動の、まあ、何が影響したのかっていうのをより細かく検証する必要はあるかと思います。まあ、やはりスポーツ少年団の種目の違いで、まあ、結構運動の内容ですね、まあ、それが変わってくるかと思います。まあ、ですのでその運動一つとっても、まあ、ランニングが良かったのか、まあ、バレーボールのような、まあ、飛び跳ねる、まあ、ジャンプが効果的だったのか、まあ、もしくは、まあ、剣道のような俊敏性ですね、まあ、それが効果的だったのか、まあ、もしくはまあ全体に言えるかと思うんですが、まあ、より柔道でよく言われるかと思うんですが、まあ、力を出すことですね、まあ、筋力増強運動的なものがまあ身長に効果があったのかっていったように、まあ、運動のまあ何が効果的だったのかをまあ今後まあ追加で研究していくというような流れになるかと思います。そしてまあより大きな視座で考えた場合には、まあ、このスポーツ少年団の運動以外にももしかしたら身長を高くする要因はあったのではないかというのも考えるということになります。まあ、この考察の流れでいくと、まあ、あたかも運動した方がまあ身長が伸びるという結論に一直線に結びついているんですが、まあ、もしかしたらその身長伸びる要因として、まあ、運動以外の効果ですね、まあ、そういったものも考えられるのではないかというようなまあ、批判的吟味の仕方ですね。まあ、具体的に言うと、まあ、食事の量とかも、まあ、思いつくかと思います。まあ、自然と、まあ、運動している群と運動していない群では、まあ、運動している群の方がもしかしたら食事の量が多いかもしれないと、まあ、そういった場合はやはり身長と栄養といったような関係性も考える必要があるかと思います。まあ、ここで注意しなければいけないのは、まあ、今回の、まあ、研究のテーマで流れを作っていくと、まあ、あたかも最初に考えたお題ですね、まあ、それに対する結論というように、まあ、一直線に結びついてしまうんですが、まあ、それをより批判的におよび論理的に考えていくと、まあ、今回の、まあ、主たる目的以外にも、まあ、今回の結論を導く要因はもしかしたら何かあるんではないかという考え方の示唆ですね、まあ、それを持っておくのも、まあ、大事なことかと考えています。まあ、今回は実践の統計編として、まあ、研究を行う一連の流れに対して、まあ、批判的吟味と論理的な構築のポイントについて紹介しました。今回は以上になります。